今日はい、自然言語研修生の動く発表させていただきます。今日は Bi-directional LSTM Recurrent Neural Network for China Workload Segmentation 発表します。この文献は2016年から、公開して発表された文献になります。始めるは、Recurrent Neural Network は広く使っている、NLP の問題が、はい、の中で、よく使えられます。RNN ネットワークで、順次のデータとかは精度が高いから、よく使えます。ロングターム、モデルは、全言語は、今いらないだから、このモデルは使ってやすいと思います。この文献は、Bi-directional Long-term Short Term Memory 使っているこのノーメル規制は、Bi-directional は、Future and Past は、Past も読みできる。まずは RNN ネットワーク説明します。人間は、何かわかる、何か読んでわかるは、交換の知識から、によって今はわかるだから、このアイディルに、はい、RNN ネットワークは作ります。これ見ると、インプットは1機種から、ハイデンレイヤーに、過ぎて、アウトが出るけどは、次、自分のインプットは、前のインプットはもう入れて、だから、効果の、インフォメーションは保存できる。これは Recurrent Neural Network。次、効果の知識は多いなので、RNN のネットワークの悪い点は、これ、メモリが大きいなれば、このモデルは効果が低いになります。だから、long short term memory network は、作ります。この long short term memory network は、これは、スペシャルバージョンの RNN network。ネットワーク、このロングショートメモリーネットワーク、このモデルは、どうかな、大きな、はい、交換のインフォメーションは大きい、もっと大きいが保存できる。違うことは、RNN ネットワーク、このハイデンレイヤーで、1ゲートは一つだけありますけど、ロングショートメモリーネットワークは、ゲートは3つあるとシェルスタイムもあるから、はい、だから、インフォメーションは大きな保存できます。
ハイレンレイヤーの中でこれはロングターム、ロングショートメモリーユニットと呼べられます。この中から私は、フォーミュラが推論できる。この同じです。 Bi-directional long short term memory、 このモデルは long short term memory から、けど、レイヤーが2つに応用して、1つは最初から最後まで、これはフューチャーのディレクション。もう一つは、最後から最初に向けて、これはパストメモリーは保存ダイレクション。これは、交換逆けど、交換のインフォメーションはできる、保存できます。フューチャーディレクションとバストディレクションから、インプットに過ぎて、アウトが2つが出て、だから、アウトはもう1回、ロングショートメモリーは通じて、最後のアウトがもらいます。このライヤーの式は、これに書いてあります。トレーニングメソッドは、トレーニングの方法を発表させていただきます。まずは、セテンシー、中国のセテンは、エンバリングして、エンバリングレイヤーに使用して、エンバーしたら、はい、バイディレクション、ロングショートメモリーに通じて、最後は、これはもう一回、ロングショートに通じて、はい、タグは、もらいます。これは結果、上はこれ、コブス、中国のコブスに4つで応用して、はい、そんな結果がもらえます。このテーブルによって、今のロングショートメモリーの方法は効果、精度が高い、先行文献による精度がもっと高いになりました。結論、ロングショートメモリーネイチャーネットワークが、NLP の分野で広く使える。だからこの文献は China Work Segmentation で運用しています。Deep Learning と Work Embedding は、NLP の分野が今は、効果が高いに、だからこう、だから、タッグインソリューションの問題などが、はい、精度が高いです。はい、終わりました。ありがとうございます。